さあさあ皆さん、アキネーターって知ってる？一昔前に流行ったゲームで、こっちの想像した人物を魔人さんが当ててくれるやつだろ？まあそんな感じだね。昔はパソコンのみだったけど、アプリもあったんだよね。というわけで早速やっていきましょうか。まずは適当に思い浮かんだ有名人からやってみれば？うん、そういう感じでいきましょうか。じゃあ画面の前のそこの君、私が誰を思い浮かべてるのか想像してみてね。もう何もしなくても察してる人いそうだけどな。さあ、まず最初の質問から、今気づいた、字幕くっそ邪魔だね。ああ、パズドラとかはパズル隠す目的もあって字幕つけてるけど、このゲームだと邪魔でしかないな。というわけで字幕オフでいきますわ。さて、画面はポンポン進んでいくけどわかるかな？早すぎて全然わかんねえだろうが。おっと、ここで割とわかりやすいヒントだ。M ステってことはアーティストさんだもんな。そして最初の文字狩り。その後にさ、何この誘導尋問。もはや答え言っちゃってんじゃねえか。さて、14個の質問で魔人さんはわかっちゃったみたいだね。はい正解、私が思い浮かべてたのはアーティストのリサさんでした。これは簡単だったかな？ちなみにリサさん12月の2日に配信限定シングル、ID をリリースするみたいなので楽しみですね。もちろん、このチャンネルで凝った紹介動画も投稿するのでお楽しみに。リサさん紹介動画だけはいつも以上に頑張るもんな、これ。さて、お次は私こと、白霊霊夢が出てくるのかやってみるよ。東宝自体がめっちゃ有名だから、速攻で出そうな気もするよな。この質問は、あかん、アキネーターって検索したデータが残るから、まあそういうことなんだな。さてさてさてポンポン行ってみよう。リサさんは14回で出てきたけど、私は何回で出てくるのかな？さあな、ずっと出ないことはなさそうだけど。そしてだんだんと確信に迫る質問、というか最初の方がほとんど無駄でした。あ、これ完全に私と区別しようとしてる質問だな。自意識過剰つ、うるせえよ。もうこれで答え出そうだね、と思ったらまだ保険かけるのね。結局15回の質問だったね。ああ、最初の無駄質問がなければもっと早かった気がするけどな。あれもこれもすべて、ウプ主のせいだ。というわけで今度は光ナが出てくるのかやっていきましょうか。え、本当にやるのかよ。私答え知ってるけど、これ虚しい気持ちが込み上げてくるだけだぞ。いいのいいの、ここで光ナの名前アピールしときたいじゃんか。でいきなり個人情報に迫る難しい質問だ。ああ、これはどうすんだ？リケジュだし。ヒカリナさんはほ北海道原産のリケジュって設定だし、さりげなく設定って言葉聞こえた気がするが気のせいだよな。うん、まあここはわからないってことにしておきましょうか。逃げたな、これ完全に逃げたパターンのやつだな。あっと、また個人情報に迫る質問来ちゃったよ。人間じゃなかったら何なんだよ。というかさっきから確信に迫る鋭い質問多いね。これは意地でも配慮してやりますよ。実際はどうなんだかな。秘密だよ秘密、It's a secret。そしてこっから細かい調整が来てるね。ああ、こんなんやれば何でもわかる気がするけどな。確かに、これ50音すべてやれば大体絞れるもんね。おっと、ここで実況してんのがバレた。でも岡山は謎ですね。ふう、よかった。私よりも質問多いね。さーて、出るか出るか出るか。さあさあ来ました超人気ゆっくり実況者だってよ。ふうここ、ゆっくり実況者ってだけのはずなんだけど、なぜかついてる超人気。ふふ、面白いね。誰かがそう思って登録したんだね。いやー、参るなー。やっぱり光なそう思われてるんですねー。ごめん、超人気だわ。なあ、これ自分で登録したやつ自分で検索して楽しいか？ぶっちゃけアキネーターのアプリ半年前から入れてただろ？その時自分検索して、全く出てこなくてしょうがなく自分で光な登録してただろ？つまり。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録をすると、光ナの新着動画が見やすくなりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。スマートフォンやタブレット端末でご覧の方は、動画の下にある登録ボタンから、パソコンでご覧の方は、この登録ボタンをクリックすると、チャンネル登録ができますので、ぜひともよろしくお願いします。では、光ナの他の動画で会いましょう。しただけ。